サネタカ後期は、室町時代後期の公家、三条西サネタカの記し下日記。期間は、文明六年から天文五年までの60年以上に及ぶ、同時代の一級史料。記述は、京都の朝廷、公家や戦国大名の同行、和歌、古典の書者など多岐に及ぶ、自筆本が現存し、1995年に重要文化財に指定された。 室町時代後期の公家文化を理解するのに有用な資料である。鎌倉時代から室町時代前期の日記とは異なり、儀式に関する記述はわずかで、多くが金利への出資、歌会、辞書産経火災や戦乱などの記述で占められている。これは同時期の公家の日記に共通する特徴である。高橋秀樹によると、サネは中世で一番の著述家として群を抜いており、 サネタカなしに中世後期の文化を語ることはできず、サネタカ後期なしに中世後期の歴史を語ることもできないとしている。サネタカの死後400年以上にわたって、実質の原本は三条西家に代々伝えられてきたが、太平洋戦争後に東京大学資料編纂所書に移管され、同書に所蔵されている。本国版が俗文書類重完成会より刊行されている。 最初の日記が書かれた文明6年は、サネタカは応人の乱を逃れるために安波に疎開していたが、乱が収まって帰京した翌年にあたる。この時サネタカは20歳となっている。以降、死の前年である天文5年2月まで60年以上にわたって日記が残っているが、数ヶ月、ないし数年にわたって空白の時期が見られるには3月から7月までの、 記述がなく、出家の前後となる永章10年から13年はごく一部の時期のみ記述があり、永章14年から16年は全く記述が残っていない。そのため、日記の記された期間は63年間であるが、わずかでも記載のある年は57年間になる。表題が付けられていない巻も多いが、朝廷の養殖にあった時期は、多くが雑期、愚期、出家後は、 活動と記すことが多くなっている。本文は変体漢文、すなわち日本語漢文帳にして記述した文章で書かれており、ほぼ全ての文章が漢字のみとなっている。大半の想定に冊子と牧子が用いられており、ごく一部が折本と段漢で残されている。初期の定裁が定まっていない時期から、冊子長教元年、牧子栄昇9年、 再び冊子天文5年に変化している。冊子は牧子に比べて閲覧の便が高いが、牧子であれば、後から手紙などの他の文章を貼り継ぐことが可能になる。このため、サネタカが朝廷の要職にあった時には牧子を採用し、重要な手紙は日記に貼り継いだり、支配文書として残したりされた。なお、牧子本として書かれた日記には等間隔に、 三夜の折目が付けられており、折本として閲覧されていたことが分かっている。後年は、冊子形式を用いているが、これはサネタカが政治の実際から離れ、出帰した頃に符号し、サネタカが日記を、家記としてではなく、微暴録的なものと位置づけるようになったのではないかと推測されている。サネタカ後期の書かれた時期は、室町時代の後期あるいは、 戦国時代の前期にあたる時代であるが、戦乱の動向よりも、歌会や古典の書者に関する記述が多くを裂かれている。また、当時の朝廷や幕府は、政治の実態から離れた勇敢無意の生活を余儀なくされており、和歌や、レンガの会に参加したり、囲碁、将棋、総録などの掛け事に没頭したりする記述が多く見られる。レンガ史の小白や、 葬儀らとの信仰を深め、特に葬儀とは親密な交際となっていた。葬儀との交流は文明9年に初めてその記述が見られ、長京2年に葬儀が北陸に下校する際には、旅先で自分が死んだら、聞き書きなどをサネタに譲ると約束されるまでになり、炎徳三年にも葬儀の越後下校に際し、和歌の葬典の文書一式を封をして、サネに預け、 自分が帰郷できないようなら、サネタカに譲ると言い置かれている。その他、葬儀からは何度か、金銭的な援助を受けている。葬儀にとっても、サネタカは自身と朝廷との間の連絡役や、相談相手として、なくてはならぬ存在となっていた。葬儀が各地に下校する際、サネタカに、色紙、短冊、扇などに筆をしませ、気楽の際に、 冷戦や見上げ物を持ってくるようになっていた。これがサネタカの名を各地に知らしめることにもなった。サネタカ後期には和歌や漢詩が多く収録されているが、その多くがレンガのほか、和漢レンクと呼ばれる和歌の上の句と五個取詩の一行を連ねたものであるの一行と和歌の下の句を連ねたものを漢和レンクという。明王四年には葬儀を中心にレンガ集を編纂し、 そこに、サネタカも加わった。2月から始まった、編纂の作業は9月に完結し、新選つくば州という名前となり、御土御み天皇の直線を得ている。サネタカ後期には、入選依頼の運動が激しくなり、そうした依頼を一切受け付けないことを申し合わせたこと、選駆について、稲わ城ろ県裁と葬儀が激しく対立し、サネタカが間に入って解決したことなどが、 記されている。文学に優れ納筆家でもあったサネタカは、源氏物語、伊勢物語、古今和歌集をはじめとする古典の著者や講読にも多く、関わっていた。古今和歌集に関してはサネタカが、古今伝授の成形になるのであるが、これは葬儀から伝授されたものである。文明19年4月に、古今伝授に備えて、精進生活に入ったのが最初とみられ、 文紀元年9月には伝授を受け終わったとの記述がある。その他、日記に現れる作品のジャンルは、自社演技や説は、軍紀物などを含めて幅広く、すでに散逸して、サネタカ後期でしか知ることのできない作品も存在する。地方にも文化意識が高まり、サネタカも求められて、たくさんの古典を著写している。これらの著者が、経済的に、 不安定だった三条西家のここをしのぐ手段でもあった。英章5年から翌年にかけては収益の書者に着手している。当時、収益は50歳までは学ばないようにされていた書き物であり、54歳となってサネタカは決意したのであろう。また、サネタカは将軍家からも徴用され、日記の最初の年である文明6年には八大将軍。 足利義政が三代するときに、サネタをぜひ呼ぶように言いつけ、サネタは主演の席にて、三条西家の領地の回復について沙汰を受けている。九代、足利義直は和歌を好み、当代の歌集である内儀集の編纂を企て、その担当に、サネタも加えられた。もちろんサネタは朝廷にも登用されており、 文明十五年には、ご土三角天皇から義直に対し、佐根を独占しないようにと注意されている。また十代、足利義種にも徴用されており、英承六年には議員から皇室に対する尊敬の念と献上金があり、佐根も好意を抱いている。佐根の時代には、公家は政治の実際から外れ、長儀として正式に行われた儀式は元日を含め、 年に数回あるかどうかであった。例年、サネタカ後期の元日は、これらの儀式について、詳しく書かれているほか、朝廷の復興を望む記述が、毎年のようになされている。9月9日の朝陽の節句にも、毎年のように、皇人であるとの記述がなされている。また、日待ちや月待ちとして、日の出や月の出を待って、太陽や月を拝む風習もあった。日待ちの間、 サネタカが熱中していた将棋を何番も指していたという記述もある。その他、5月に鴨モワケの神社で行われる競馬会神事を見物したり、10月にはイノコモチを食したりするなど、当時の風習を知ることができる資料ともなっている。三条西家も他の公家と同様に荘園からの収入などで生計を立てていた。三条西家の荘園は、機内を中心に、 美の、終わりにも散在していたが、遠隔地からの収入は基準に大きく及ばないことが多く、経済的に不安定となる大きな要因となった。また、度重なる戦争のため、時代の変化とともに収入が滞ることが多くなっていく。別の主要財源として、ザからの収入も得ており、こちらが経済的基盤となりつつあった。参上西家では、 当の森の私は、淀の魚市のほか、各地に点在する、青素座の本所としての収入があり、特に青素座については、幾度か記述されている。また、三ネ鷹の文化人としての名声は地方にも広まり、各地から、和歌、レンガの添削、花典や、古典の書写、色紙、短冊の選筆を依頼されるようになった。さらに、三上西家を訪れて、 古典の公爵を求める者も,もおり、彼らから得た収入も大きな財源となっていた。他の公家が経済的困窮のために地方に下る例が後を絶たない中、サネタが京都に留まることができた大きな理由は文化人としての収入が大きかったこともあると考えられている。とはいえ経済的に苦しい状態が続いていたのは間違いなく日記の前時期にわたって、 借金を意味する、非形の表現が見られる。収入について、詳しく書かれるのは、調教2年頃からであるが、ことに後半では収入に関する記述が頻繁に見られ、金銭的に厳しい状態が続いていることが見られる。実際に、収入は年を追うごとに減少しており、三条西家の経済が崩壊していく動きを見て取る、ことができる。 特に出家後の炎章17年以降は、荘園からの収入が詳細に記されるようになった。晩年には、堺の不祥である、竹野慎五郎と地域となり、寂高が竹野に科学や和歌を指導する一方、竹野からは少なからず、経済的援助を受けていた。三条西寂高増士型、寂高の肖像は三枚現存しているが、そのうち、分期元年。 サネタカ47歳の時に描かれた肖像画についての記述がサネタカ後期に残されている。戸佐光信が北の天神縁起絵巻を作る際にサネタカが言葉書きを書く縁で後進が描いたサネタカの肖像画の下絵が残されているが、これを見たサネタカは十分に似ず、卑怯なりと評している。また、初期の文明12年9月の日記には、 余白にラフ像が描かれている。サネタカの筆によるものと推測され、この年11月に長女を出産した妻の妊婦像で、ある可能性が指摘されている。サネタカは囲碁の愛好家でもあった。文明17年2から3月には、囲碁の記述が多く、しばしば番を囲んでいる。その中には、沖きいにで勝つなどの記述もあり、 すでにおき語によるハンデの考え方が定着していたことがわかる。将棋については日記のほぼ全期間にわたって研究があり、以後以上の愛好家であった。サネタ加後期中には将棋の対局を行ったとする記述が約250箇所に上っている。あまりにも熱中しすぎていたため、英養元年にはすこぶる競語となり、先不べし先不べしと自らを今しめる記述がある。 なお、寄付は全く残っておらず、当時は寄付を残す慣習もなかったとされる。日記中には、中将棋と小将棋の記述があり、小将棋が現在の将棋と同じものか、現在よりコマ数が2枚多いものであったかも、不明である。単に、将棋という記述もあるが、これは中将棋を示している、可能性も指摘されている。対局相手として、名前が、 明らかになっているものは約40名である。釘やレンガ師の名前が多いが、その中でも軍を抜いて対局が多いのが、富野孔子敏道、富野孔子四字家の親子である。特に、重直とは対局が多く、明王七年から京六四年まで34年にわたって四字家との対局の記述がある。この間に四字家は6位から13位に昇進しているが、 この昇進に対し、理由は不明であるが、他の苦行から激しい反対にあっている。マスカワ・は、サネタカが強引な人事を推し進め、支持化を昇進させようとしたのが反発の原因ではないかと推測している。濃筆家であったサネタカは、将棋の駒の文字を書いたとする記述も多く、文明13年にクラマデラの杉本尺喜びが、所望したため駒書きを行っているのが最初である。 その後、細書きに関する記述は、明王五年まで現れず、この時には書いたことがないとの理由で一度断っているが、後に再度依頼されて細書きを再開している。サネタカ後期には、不可説と言語道断という表現が頻繁に見られる。ハガコウシロウは、これらの表現を、サネタカの価値観が現実にそぐわないものになってきたことに由来すると、している。 不可説は、特別からずであって、言い表すことができないという意味であり、言語道断も、現在用いられる強い非難の意味ではなく、言うに絶えないという程度に捉えるべきである。はがによると、公家社会、門伐社会の中で生まれ育ったサネタカは、身分制度を絶対視する思想に染まっており、月国上の現象を到底理解し得るものではなかった。そのため、 日々起こり来る現実が不愉快の連続であり、不可説と言語道断の連発は、自らの価値観が時代にそぐわないことを告白するものであったとしている。経営、畜死に、坂東里とは、室町時代のことわざであり、ポルトガル人宣教師、ジョアン・ロドリゲスの日本大文典にも記載されている。地域によって、どこそこへ行くという場合にどんな格助詞を用いるかの違いを示しており、 京都では、平、筑子では、に、坂道では、差を使うという意味である。これとよく似た記載が、サネタカコウキの名簿を5年正月8日にあり、日本大文典よりも110年ほど早い。サネタカコウキの記述は、日本大文典の記載とは、女子の順序が異なり、計に、筑子へ、坂道差となっている。ありがとうございます。